こんにちは、速稼塾の久保です。今回ですね、自撮りで YouTube に自分自身で出るその時の注意点をね、何点かに分けてお伝えしようかと思います。まず1点目なんですけども、スマホを構えてこのように動画撮影をすると、まあいわゆる縦に映っちゃいますよね。縦に映ると多くの場合再生する際に画面は横向きですから、両側が黒くなって真ん中に縦長に映ってしまうんですよね。これ実はね、視聴者様から見ると非常に減点対象なんですよ。まあ、ですんで、撮影するときはこうやって撮るんではなくてね、特別なときを除いて横に向けて撮ることをお勧めします。これがまず第1点です。次なんですけども、この顔と人物像の写り方です。バランスがいいのはバストアップといって、だいたい胸から上あたりが映るといいですね。そしてこの顔の大きさですけども、画面全体の、そうですね、4分の1ぐらいにこうやって出ているのがいいんじゃないでしょうか。まあど真ん中に出るのもいいんですけども、私の場合はあえてちょっとだけ横にずらして出ています。こっちが短くてこっちが長めに空間を取ってる感じですね。まあ、そうするとですね、ここら辺に文字が出しやすいのと、あと背景を見ていただけるんですよね。ご覧のように私の背景っていうのはこちらの方に帯が飾ってあって、床の間、まあ今はね、子供の おもちゃが結構ありますけども、そしてこちらの側には、まあ日本的なね、波と、そして季節を演じる、まあ、木が映っていたり動物が映っていたりします。こういった感じで和服も着ながら、私がね、まあ、隠居であるっていうかね、純和風みたいなことをね、ちょっと演出しております。まあ、ですので、画面を見る方っていうのは、その画面に出てくる方のトーク以外に情報がないわけなんですよね。だからなるべく私は語らずとも、こういう人なんじゃないかなっていうふうな先入観を与えれるような背景を使っています。しかもほとんどの場合で背景一緒なんですよ。まあ、これはね、特にそうしなさいってわけではないんですけども、気をつける点の2つ目としては、画面のサイズに対して自分がどのような、ね、位置で映るかです。まあ、あんまり良くない例としては、こうドアップですね、ドアップで映っちゃうとか、もう顔が画面いっぱいになっちゃうとかね、ちょっと暑苦しいでしょ。まあ私がね、もし美少女だったらアップでもいいかもしれませんけども、まあいい年のおじさんなんでねこのぐらいの距離がいいんじゃないかなと思います。あとね、逆に遠すぎても良くないですね。遠すぎても良くない。だから画面のだいたい4分の1か5分の1ぐらいにバランスするように自分の体を置くといいですね。バストアップで、はい。でやっぱりこう人前に出るんで、ある程度の身だしなみとか服とかもあった方がいいと思います。で次なんですけどもね、実は角度なんですよ。角度は横向きはそんなに気をつけなくていいんですけども、よくありがちなのが男性でね、こうやって映っちゃうことですね。だからね、カメラが下からこうなってるんですよ。こういう風にね、顎の下が見える状態。これは視聴者さんに、偉そうだなこの人、いい加減な人だなっていう風な印象を与えやすいんですね。これでしたらまだマシなのは、上の方から映す感じです。これはカメラの方が上にあるんですよね。だから視聴者さんを見上げるような形になります。でもそうすると床の方が映っちゃって、背景が入んないですよね。まあ、ですのでやっぱり人と話す時と同じですね。これはね、目線を同じにしてバランスよく映るのがいいかなと思います。このようにど真ん中で映ってもいいんですけども、私の好きなのはちょっとこうやってずらす感じですよね。そうすると、まあ、見せたい背景が見せれることになりますということでございます。今回ちょっとね、乱れてますけどもすいません。まあ、この辺をね、気をつけながら、あとは自己紹介なんですけども、明るく楽しそうに話すのもいいかもしれないですよね。やっぱ男性でありがちなのが、なんかね、重々しさというか貫禄を出そうとしてるのかもしれませんけども、まあ、仏頂面で出ちゃうことね。やっぱ男性でも笑顔が良かったりします。であと今顎に手をやりましたけども、顎に手をやるとちょっと知的に見えたり、この人の話を聞いてみようかなって思わせる効果があるんですよ。ただずっとやるといやらしいんで、やった後はすぐに話した方がいいですね。あんまりここら辺触りすぎない方がいいんですよ。であと腕組みをして喋るのも良くないですね。まあ、ですね、例えば身振り手振りでこのようにね、やってみるとか、やっぱりこう自分の心を話す時は手を広げたらいいですよね。グーにするよりも広げた方がいいと思います。で、こういうふうな指を使ったりね、こうやってみたりとかね、そんな感じでこうやったりとかね、いろいろあると思います。いろはすレモン飲んでます。どうでしょうかみたいなね、どうでしょうかみたいな、この辺はね、テレビのタレントさんと一緒ですよね。ということでね、YouTube 撮影時、自撮りの時の注意点を何点かお話ししましたけども、参考にしていただければ幸いでございます。もちろんね、やり方はあなた次第です。何が受けるかを保証することは私もできません。ただ、まあ、私がね、1万本以上の動画を撮ってきて思うのは、感じいい人に見られようかなと思ったら、今みたいなことが参考になるんじゃないかなっていうところですよね。はい、それでは本日は以上です。いってらっしゃい。